宮古鳥は東京消防庁の消防艇。同盟船としては三代目にあたる。船形は平ら板型で、船尾甲板はフラットとされ、作業スペースのほか、オイルフェンスなど防災、救難機材の搭載スペースとしても用いられる。またその下方の主船体内には広い倉庫があり、放水ホースなどが収容されていた。その直前の低い甲板室上には、 搭載艇と揚臭用クレーンが設置されたが、これは仙台船が日本航空350便墜落事故で機体が墜落した浅瀬に接近できなかったという教訓から採用されたものであった。なお煙突は設けられておらず、戦備廃棄方式であった。主機関としてはディーゼルエンジン3機を搭載する。両原機はそれぞれ出力1130馬力で可変ピッチプロペラを駆動する。 一方、中央機は出力1800馬力で固定ピッチプロペラを駆動する。機関室は基本的に無人で一度起動させた後は操打室からの遠隔制御となる。なお、指揮官は日本では珍しいデトロイトディーゼルであったため維持管理には困難が伴った。消防ポンプは指揮官それぞれに接続されており、合計放水量は毎分5万1000リットルであった。 放水銃は下記6機を備えているほか、必要に応じて上部構造物直後に両舷8個ずつ設けられたっぱなし口に放水ホースを接続しての放水も可能であった。特に放水量が大きい選手甲板のものの場合、風向にもよるが最大放水距離は100メートル前後に達する。伸縮式放水登場のものは水面上14.3メートルの位置にあり、 さらに20メートルまで伸ばすことができる。またうげん放水銃にはカメラが併設されており、映像は船橋でモニターできた。なお化学消火剤の搭載量は6000リットルであった。なお、選手の放水銃の前方には油処理剤散布用の小型ノズルが設けられていたが、海洋汚染防止法などの関係で油処理剤の使用には海上保安庁の許可が必要とされていた。 100トンを超える大型艇であることから、指揮艇としての機能もあり、操打室後方は指揮所とされ、防災相互通信用無線対応の通信コンソールも設置されていた。なおその下は救護室とされていたが、壁に酸素供給口が設けられている程度で、設備面では救急車には及ばなかった。普段は消防小隊の待機室として用いられていた。 2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震により発生したコスモ石油千葉製油所の火災では、海上保安庁の阿波、霧湯、千葉市消防局の松風、横浜市消防局の守り、海上災害防止センターの大滝、清滝の各船と連携して、海上から警戒監視及び冷却散水を実施した。ありがとうございます。